はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストビルダーズ2、続きやっていきたいと思います。ですね、前回このゴロツキ仲間入れましたね。それでゴロツキがね、この近くにまあモンスターって言えばいいのかな、まあ、この世界滅びそうなので、まあそれを助けるためにね、今こういう感じでこの超スーパーカー乗ってるわけですけど、まあ、操作がね結構難しいんですよ。中とかなんかあるのかな。あったと、こちら。どうね。あいた。うい。お。あ、見て、あそこに誰かいる。車から降りて話を聞いてみよう。おお、これはキッシムさんじゃないですね。我ら死なずの騎士は、我ら教団の騎士は死んでもここで蘇る。だがもう蘇らずに済む。この世界はもうすぐ終わるのだから。カカ、みんなを乗せる箱舟を作ってるから一緒に来いだと。カカカカがバカを言え。我々は戦いからの解放を望んでいる。世界の崩壊こそ我々の悲願。お貴様、なんだその感想かは。いや、怒っておるのか。いいだろう。ではこの近くにいる仲間たち3体すべてを説得できたら考えてやる。2体は高いところにいるぞ。3体の説得を終えたら俺に知らせるのだ。あ、いた。これ普通に、普通にいた方がいいよね。まあ、すごい地形ですけどね。取れ。いましたね。いたけど、とんでもないところにいんな、本当に。我々は死なずの騎士。我々、教団の騎士は死んでもここで蘇る。だがもう蘇らずにする。世界はもうすぐ消えてなくなるんだからな。何？箱舟に乗れ？下にいる騎士に説得するように言われたと？でも箱舟か。消滅する前に一目見ておくのも悪くない。お前についていってみよう。お、スカルナイトがついてくるようになった。あとは？あんな上にいるんかい。おお、どう？びっくりした。大丈夫か。まあ高所恐怖症にはたまらないですね、これはね。俺たちは死なずの騎士。俺たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。しかしもう蘇らずに済む。この世界はもうすぐ滅ぶんだからな。何？箱舟だ。下にいる騎士に説得するように言われただと。うっはは、そりゃいい。実は俺、世界が滅ぶとか嫌だったんだ。お前についていくぜ。さあ、こっから飛び降りようぜ。うは、安心しろ。死にはしないのさ。俺たちは死なずの騎士。死なずの騎士。飛び降りよう。あ、いた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 。あ、これは？俺様は死なずの騎士。俺様たち教団の騎士は死んでもここで蘇る。だからこそはぐれたあいつらにもう一度会いたいぜ。お、これキシムさんじゃね？うわぁ、貴様は古子、それに目立つも。おぉ。君はキシム、生きていたんだね。ああ、言っただろ、俺様は死なずの騎士だと。こんなところで会えるとは思わなかったかな。おいた。話は道すがら聞かせてくれ。俺様もお前らと一緒に行くぞ。お、やった。ハーゴの靴。あ、生きてた。途中でね、やばかった。これ、明らかに行けるよね、これね。でね、超スーパーカー乗らなくちゃいけないんでね。ちょっとね、レベルも上げたいよね。はい、全員説得しました。ほほう、騎士たちを集めてきたか。しかしよく考えてみれば、これは我らが望んでいた滅びの日。いくら仲間を集めようとみすみす。貴様、騎士に二言があるのか。
フルコについていけば間違いはない。おお、これはキシム様。すみません。他の騎士ととっさに見分けがつかず。よし、それじゃあフルコ。俺様たちも車とやらに乗せてくれ。お前たちの運びに一緒に行くぜ。キシム様とやっぱハーゴンの騎士が一番ね。まあ、ランクが高いんかなっていうね。フルコ、また新しく運びに乗せるものを見つけられたね。ムキムキおじさんは魔物がいる心当たりがある場所がもう一つあるって言ってたよね。地図を頼りに探してみよう。よし、あそこまで行ってみよう。まあ、こんないっぱい乗れんのかね。来た来た来た、おい。まあ、みんな乗ってるし。超スーパーカーだからね。あとは、こちら。お、いた。これで、あそこに誰かいるよ。車を降りて話しかけてみよう。おお、シルバーデビルだね、今度ね。あ、俺ももうすぐこの闇の中に囚われちまう。これが滅びの日ってやつなんだな。え、誰だお前は。俺に何か用なのか。うわ、こんなところで黄昏れてないで生き残るために箱根に乗れだと。クフフ、ありがたい話だが俺だけそんなところには行けねえよ。ここから東にあるのは光を通さない暗黒の空間だ。ダチがその闇に囚われちまってるのさ。まあそうだな、闇の中からダチを助け出してきてくれたらお前の話考えてやらなくもないぜ。真っ暗なところに行くなら歩いて行った方が良さそうだね。闇の中で車を見失ったら大変だし。こっちか。じゃあ皆さん行きましょうか。うわ、待って、闇松明、松明関係ないかな。あんま見えないね、松明でもね。おお、あなた誰です。こんな闇の中で話しかけてくるなんて。世界はもうすぐ終わる。だから僕は自分の意志でこの闇の中に囚われたんです。闇の中は最初は怖いですが、慣れてしまえばそれほどいい場所はない。嫌なものは見ずに済むんです。あ、僕の友達も早くここに来ればいいのに。え、僕の友達が外で待ってるですって。仕方がないな、僕がもう一度外に出て闇の中に来るように説得してみます。闇の中なら、闇の中から抜け出せなくなったら地図をよく見て来た道を戻るといいですよ。まあそうだね、闇だ本当に。あんま松明関係ないね。お、シルバーデビルだったんだ。うわー、まぶしい。本当に真っ暗だったね。何も見えなくてどうしようかと思っちゃった。友達を闇に誘うためなら一時の光も我慢しましょう。さあ案内してください。お、闇の中から俺のダチを連れてきてくれたんだな。どうして僕を助けてほしいだなんて頼んだんだい。闇の中にいれば辛いことも見ずに済むのに。若野郎、俺はまだ死にたくねえんだ。お前と見てえもんがあるんだよ。とりあえずこの人間が箱舟ってやつを作ってやがるらしいんだ。どうだよ、一緒に拝みに行かねえか。箱舟か。この世界にはもう見るべきものなんて何もないと思っていたけど。わかりました、では僕もお供しましょう。僕たちに箱舟ったら見せてください。おお、いっぱい来たね。キッシムがいたね。フルコ、これでこの辺りの魔物は全部見たい。一度箱舟まで帰ろう。そうだな、ここからだったらさっきのムキムキと戦った洞窟を通らないときっと帰れないね。さあ地図を確認しながらみんなで箱舟に案内してあげよう。まあ結局はそうだね、戻るんかいって話ですけど。怒ったら戻ってきたけど、いいのかなそれで。全員いるよね。これが箱舟か。すごいぞフルコ、お前が橋を作った時から俺様は。うおお、主はキシム。おお、キラジー、グリム、お前たちも無事だったか。まさかキシムが生きてたなんて。よかったよかった、ゼックスン。ヨージス、やはりそなたも来たか。はい、我々が壊せぬものを壊し破壊神様と友達だというビルダーに興味を惹かれたのです。うむ、幻明け我々も滅びる、そしていずれ現実世界もな。しかし私はフルコに会い、全て滅びることが正しいのかわからなくなってしまったのだ。私も地獄様と同じです。我々も箱舟の一員となり、あなたが何をなすか見届けましょう。なんとキッシムとヨージス、ドラーラたちが仲間に加わった。だいぶ来たね。
よくぞ箱舟に乗せる新たな魔物たちを連れてきてくれた。破壊の聖堂で素材も手に入れてきたんだな。ここに来たからにはお前たちにも箱舟作りを手伝ってもらう。共に滅びの日から逃れるのだ。いえ、箱舟のことは聞いていたが、作るなんて聞いてねえ。ハーゴン教団の俺たちがそんなこと。つべこべうるせえ。自分たちが助かるための箱舟なんだ。黙って協力しやがれ。どうしたんです、フルコ。何か言いたげってことでも。そうだ、フルコは友達を助ける情報が欲しいんだ。破壊神様がどこにいるか知らない？うん、破壊神様にはハーゴン城でなら会えるかもしれませんね。ハーゴン様の城ならちょうどここから見えるあそこだな。やっぱそうだよね。うわ、あ、なんかバリアとかあってるしね。何？どこかで見た建物だとは思ってたが、あれがハーゴン様の城だと？うん、いつの間にあんな場所に浮かんでおったんだ。これも破壊神様のお力なのか？あそこには黒い渦もあるし、あの車が飛べでもしなきゃいけないな。しかし、もし空は飛べても、城の周りには強力な結界があります。簡単には近づけないでしょう。ようやく居場所が分かったけど、まだまだ問題がありそうだね。ものづくりかな。ピピピピ、フルコ。友達を助ける新たな情報を得たようじゃな。でも、ハーゴン城は空に浮かんでて、周りには結界まで張ってあるって。ほっほっほ、安心せい。きっと超スーパーカーはまだまだ改造できる。そんな場所でも、いつか行けるようになろう。そんじゃ、フルコ、その話は置いといて、箱舟の設計図の続きを書いてくれよ。ここまで完成させよう。うむ、仲間も増え、箱舟作りもはかどるであろう。あっと驚くような設計図を頼むぞい。どうじゃ、フルコ、設計図を書けそうか？今度は、どこの部分を作る気じゃ？ほう、箱舟の外壁と箱舟の下の部分。船底を作りたい？それで箱舟はほとんど出来上がるとな。外壁はいいけどよ。船底ってのはどうやって作るんだ？箱舟は地面にくっついちまってんだぜ。カッカカグリム、こんな時こそ俺様たちの出番じゃないか？箱舟の下の地面を壊せばいい。それいい考えだね。まずはみんなで船底を作る場所を用意しよう。船底を作る。ああ。カッカカやったな。箱舟の下の地面を壊せたぞ。やはりみんな破壊となると仕事が早い。ピピピ、よいぞよいぞ。船底を作る場所が確保できたようじゃな。では、フルコ、箱舟の外壁と船底部分を作るための続きの設計図を書いてくれ。おお、今度は下に行くパターンだ。あ、そうでもないのかな。でも、作ってくれるもんね、これね。いや、下のようだ。うわあ、続きの設計図が書けたんだね。新しい、おお、すげえ。新しい材料もね、いるって言ったもんね。カジハンドル。これはものすごい箱舟ができたそうだね。船底の部分はよく見えないけど。カッカッカ、船底部分の設計図は当然船の下だ。よく見えなくても仕方あるまい。ピピピ、この設計図が組み上がれば箱舟も完成に近づきそうじゃの。ふはは、フルコ。実は我らで次なる設計図を組み立てるための準備を進めておいたのだ。お？お、ロッカー。我らが集めておいたものをこの収納ロッカーに入れておくとしよう。わしは皆とともにマシンの壁とアイアンの壁を作っておいたぞい。おいらはみんなで破壊神様の抜け殻を集めておいたぜ。必要になったら取り出して使えよな。手元おいらが親方として新移動を教育する現場は任せとけよな。古子は前と同じく収納ロッカーの中に足りない素材を、建材をじゃんじゃん入れてくれ。よし、箱舟の外壁と船底を仕上げるんだ。みんなやるぞ。よし、やるぞ。骨いっぱいあればもうできんじゃない？ダメかな。お、それにしてもフルコ、奇妙な箱舟を設計したものですね。なんとも独創的で、まるで異世界の物体です。キラーマシンから発想を得たのかもしれませんが、もしかしたら背中の方に秘密があるのでは。
え、それは秘密ですって？なんと、気になる言い方を。まあそれはともかく、素材を禁断の遠征台で生成しているそうですが、あなただけでやるのは大変ではないですか？部屋の中に特定のものを置き、禁断の遠征部屋を作ってくだされば、私たちでも素材を遠征できそうです。そうですね。今、箱根の中にあるハーゴン教会を禁断の遠征部屋にしてしまいましょう。まず、邪教の祭壇があるハーゴン教団の中に、遠征台と収納ロッカーを置くのです。そこに邪教の松明と邪神の像を1つずつ、それと邪教の花柱を2つ置けば、錬金の遠征部屋の完成ですよ。邪神の像はもうお持ちかもしれませんが、もしあなたなら作れるのではないですか？うい。邪神の像まで作れるのかい？よっしゃあ、これを入れなくちゃいけないので、あ、まあなんか意味わかんないブロックがある。ウフフルコ、禁断の錬成部屋を作ったんですね。あと部屋にある収納ロッカーに破壊神様の抜け殻を入れてもらえればみんなで錬成してくれるんだね。ところでフルコ、改めて問いますが、ビルダーのあなたが破壊神様と友達というのは一体どういうことなのです？なんと理由はなくて、友達になったらたまたま破壊神だっただけですって。グー、全くあなたという人は。しかし覚えておきなさい、破壊と創造は決して相入れぬもの。必ず決別の時が来ます。さて、まあそれもそうだけど、錬成台2個ぐらい作ってもいいんじゃないかな。フルコ、箱舟作り順調だね。まだ途中だけどすごいものができそう。で、結構オイラたち乗ってきたぜ。この調子でどんどん設計図を。なんだウギー、おいおい、何なんだこの揺れは。何、あの揺れは破壊神様の力がより強力になっている証であろう。破壊神様は目覚められたばかり。この地を破壊しておられるのは滅びの日の前の準備運動なのでしょうね。ピピピ、破壊神様が完全に目覚められれば世界は終わるということか。そういえばフルコ、お前は破壊神様と友達なんだろう。破壊神様はどんなお方なんだ。何、カボチャのマスクで踊ったり、荒くれと筋肉儀式をしたりだと。嘘をつけ、こんな恐ろしいことをする破壊神様がそんなにもお茶目なはずがない。とにかく滅びの日まであまり時間がないようじゃ。箱舟の完成を急ごう。フルコよ、設計図完成に使う建材はちゃんと用意してくれておるか。あともうちょっとだね。建材の素材になるのは各地にある破壊神様の抜け殻だ。禁断の錬成台で錬成し素材にするんだぞ。破壊神様の抜け殻はいくつかの種類がある。欲しい素材が出るまで鑑定するがよい。よしゃフルコ、引き続き箱舟作りを進めていこうぜ。ということでね、お素材も集まり、箱舟作りは順調に進んでおるが、滅びの日の前に急ぎ完成させねばならん。そこでだフルコ、そろそろこの辺りでビルダーの鐘を鳴らしてはくれぬか。鐘を鳴らせば魔物たちがさらに集まり、皆のものづくり力も上がる。箱舟の完成が一気に近づくであろう。皆の願いを聞きながらものづくりのかけらを集めるのだ。そしてビルダーの鐘を鳴らしてくれ。この皆の願いをきちんと。フルコ、箱舟は着々と完成に向かっているな。なぜだか俺様も鼻が高いぞ。ところで箱舟というからには魔物だけではなく植物も乗せてみてはどうだ。こう見えて俺様は園芸ってやつが大好きだな。箱舟の中に怪しい植物園を作れんか。怪しい植物園があれば料理の素材も手に入れられる。植物で心も洗われていいことずくめだ。部屋の中に収納ロッカー1つ、奇妙な花色を2つ、奇妙なお花を2つ置いて怪しい植物園を作ってくれ。
そうそう、部屋に置いてもらう浮遊植物は確か箱根の外の岩場にあった気がするぜ。まあ、そりゃそうだけど、部屋ここでいいかな。いくらか持ってるけど。ロッカー、まあいいや。うん、アイス食堂でできた。うお、怪しい植物園完成させてくれたのか。こいつは癒される。やばいぞこれ。それにしてもあの時お前をぶった切らなくて本当によかったぜ。俺様たちの種族は剣を持っているせいかすぐに首を切り落としかなっちまうんだ。何、前にも船の中で骸骨の船長に首を切られそうになった。かっかか、それはすまん。俺様からそいつの代わりに謝っておこう。思いはメタツやグリム、そしてキラージーにまた会えたのも全部お前のおかげだ。フルコ、改めて礼を言う。お前と破壊神様の再会に俺様も全力で手を貸すぜ。ほう。あと金もなせるし、グリムが依頼あるね。あ、なんだ、一瞬で消えたね。ケケケ、フルコ、ここまで箱舟ができたのはオイラが親方だったおかげだよな。けどよ、ものづくりってやつは腹が減る。どうも食欲までビルドしちまうみてえだ。そこでな、お前には食い物をビルドできるように魔物のキッチンを作ってもらいたいんだ。魔物、部屋の中に魔物飯、マウンテン皿と収納ロッカー、レンガキッチンを置いて魔物キッチンを作ってくれ。魔物飯、マウンテンの皿に素材となるメガ盛り魔物飯はうごめくつると腐った肉、苦きのこで作れるぜ。腐った肉なんか知らないです。素材がどこにあるかわからなかったらもう一度俺に話しかけてくれよ。そうそう、部屋は箱根の中に作ってくれよ。出港した後も料理ができるようにな。収納ロッカー、まず置いとこう。魔物飯マウンテン皿。腐った肉とかってどこにあるんだろう。持ってんのかな。持ってないよね。あ、あるじゃん。腐った肉、苦きのこ、うごめくつる、苦きのこ、腐った肉。ガーゴイルみたいなの来たね。お、座教の演習、ステンドグラス、祭壇、火事ハンドル。あ、これがないとダメなんだ。そうだね、完成しないね。うわ、ビルダーの鐘を鳴らしてくれたんだね。みんなのものづくり力が上がったみたい。火事ハンドルか、そいつで船を操縦しようというわけだな。羽の音に導かれて新しい魔物たちも来てくれたみたい。これであのみんなも箱舟に乗せてあげられるね。おお。じゃあフルコ、早速新しく来た魔物たちと話してくるがいい。そうね。妙な羽の音が聞こえてフラッと来てみたら一体全体何なんだこれは。すげ、ビルダー箱舟作り、なんということだ。今すぐ破壊してやる。おいおいお前ら、もうそういうことはいいんだって。こっちは大詰めってとこなんだ。ちゃっちゃと仲間になってさっさと仕事しろ。だが。ひぃ、だがもヘチマもマンドラゴラもねえんだ。いいから、とっとと支度しな。フルコは破壊神様の友達なのじゃ。協力しなければ罰が当たるぞ。わかったよ。だったら俺たちも協力しよう。これからよろしく頼むぜ。はい。ガーゴイルね。ベビルたちが仲間に。ベビルも来たの？いっぱいな。それでは多分料理のとこももうできるから、そうだね、料理の部屋は左だ。ここね。はい、できました。これが、メガ盛り魔物飯。まだなんか来た。レベル上がるんちゃう？これ普通に地面を置いてもいいかな。
あ、でかっ。はい、クレムに行きなさい。お、なんだ、依頼増えてんな。ケケケ、魔物キッチンが完成したんだな。めちゃめちゃいい感じだぜ。これでオイラたちの料理ができる。お前の分も収納ロッカーに入れておくから、よかったら食ってくれよな。ケケケ、フルコ、それにしてもお前は本当に面白い。っていうか頭のおかしいやつだよな。破壊を信じるハーゴン教団の聖地で、人間のビルダーであるお前が中心になって物を作ってやがる。おっと、そうだったそうだった、破壊神様はお前の友達だったな。ケケケ、フルコ、お前と破壊神様は絶対また会える。オイラ、お前たちの再会を応援してるぜ。よし、もうあと1個ぐらいなんか依頼あるんだけど、とりあえずもう今回ここら辺までかな。ちょっと話してみようか。フルコ、よくぞビルダーの鐘を鳴らしてくれた。これで箱舟作りも進もうぞ。どうやら破壊神様のお力も強まっておるようだ。破壊は創造の対極にあるもの。この地にものづくりの力が生まれたことで破壊神様のお力が高まったのでしょう。そうか、ではハーゴン様はそのために現実世界からビルダーを呼び寄せたわけか。これは三神官の一人であるアデンとも話し合いとしたいところですね。おい、あんたたち。アデンだって。神官だがなんだか知らねえが、こっちは魔物でが足りねえんだ。議論はいいから仕事に戻れよな。さあ、フルコ、みんなで一緒に箱舟の二つ目の設計図を仕上げちまうぜ。そうだね。その後またそこ行くんだろうね。じゃあ、今自分が火事持ってるから、ん？いけいけ、なんだこの気配は。お、戦闘だね。ということで、まあ、戦闘があるみたいなんで、まあ、今回ここで終わりましょう。じゃあ次回ね、戦闘を始めて最後この舵を置けば完成するでしょうから、まあ、それでね、その後どうなるかでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。